皆さんおはようございます。佐藤です。この日はですね、仕事から帰ってくるのが夜7時ぐらいになりそうだったので、ちょっとね朝早起きして晩ご飯の副菜だけでも作っておこうと思い、もうすっごく眠かったんですけど頑張って起きました。というのも昨日ですね、夜寝るのがちょっと訳あって2時ぐらいになっちゃって、朝5時10分に起きたんで睡眠時間約3時間ということでですね、もう相当眠いんですけど頑張って晩ご飯の準備していこうと思います。スープは朝ごはん兼晩ごはんです。完成。急いで朝ごはん作ります。今日納豆がなかったんでパンケーキを焼こうかな。間違ってこのオートミールの粉状を買っちゃったんで、これはいつもパンケーキで作ります。で、大体いつもオートミールを 100g と米粉を 50g で、生地にはオリスナーというのを、ベーキングパウダー、オリーブオイルを少し垂らして、生地を伸ばして焼くだけ。ケーキ焼けました。ココナッツオイル、いつもこれを塗って、夏場はね外に出してたらどんどんに溶けちゃうから、冷蔵庫に入れてたらこれはガッチガチに固まってる。でココナッツオイルも甘みがないんで、このオリゴ糖、これを全体的にかけて、はい。ではですね、今日の朝ごはんは簡単なコンソメスープと
あとオートミールのパンケーキ、オートミールと米粉が入ってますね。あとね、ちょっと時間なかったからプロテインに、キウイ、子供たちはバナナですね。急いで子供たちを起こします。夕方は宿題を終わらせてから遊ぶんだよ。はい、いってらっしゃい。はーい、バイバーイ。はい、それでは身支度が整って今7時45分、晩ご飯のね、さっき準備をしたのに全部ご紹介してなかったような気がするんで、今日作ったものをご紹介していきます。はい、すべてパパッと簡単にできるものなんですけど、ベーコンとマヨのごぼう炒め、ゴーヤは塩昆布とツナでサラダにしてますね。で、キャベツはこれマヨネーズ入れずに、カレーの粉と砂糖と塩で味付けしてます。で、あとは朝も食べたコンソメスープですね。これも夜ご飯でまた引き続き食べようと思います。あとはもう夜は肉か魚を焼くだけ。はい、それではですね、私もぼちぼち会社に出発しようと思います。はぁ、眠い。今日はね、雨なんですよ。一日雨、眠いし、でも金曜日なんで頑張って行ってきます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。